はい、こんにちは。動画撮っていきますけど、まず、仕事がね、始まりまして、もう5回くらい行ったんですけど、基本的にはね、座ってパソコンをいじる仕事なんで、退屈っちゃ退屈なんですけど、休憩も自由な時間にとってよくて、休憩中も給料が出てるんで、そこはいいですね。拘束時間8時間で、8時間分の給料が出る仕事なんで。しかも京都では結構もう割と有名な企業みたいなところの本社で働いてるみたいなんで、僕まあですね。なんですけど、僕は基本的に一人の上司にの部下みたいな感じなんですよ。その人にの下で働いてるみたいな。その人が毎回昼ご飯一緒に食べようって言ってくるんですよ。で、ご飯買ってくれるんです。もちろん40歳ぐらいの人なんで、ね、嬉しいんですけど、それは。休憩にならないかっていう気持ちは少しありますね。嬉しいんですけど、ご飯食べてね。でも休憩は一人でしたいかも、みたいな葛藤はありつつ、そばとか、カツ丼とか、ごちそうになってますね。はい。で、あとは、これですかね。ちょっと前に買った本なんですけど、読み終わりまして、セイブ・ザ・キャットの法則、本当に売れる脚本術っていう本ですね。はい。僕、前から映画とか見るの好きだったんですけど、詳しく知らないと、ただ見てるだけになっちゃうなと思って、その映画の構成、書く側の視点なんですけど、からちょっと見てみたいなと思って。脚本書きたい気持ちももちろんあって買ったんですけど、この本面白かったです。脚本を書く上での本としては結構ベスト、一番売れてる本みたいな感じで、映画のジャンル分けとかも脚本家側の気持ちでジャンル分けみたいなのがあって、普通はアクション映画とか SF 映画、ホラー映画みたいな感じで分けられると思うんですけど、ここでは10個に分けられていて、11個かな？に分けられて、あ、10個に分けられてて、アクションとかではなく、例えば、金の羊毛とか魔法のランプみたいな。金の羊毛は冒険に出るけど、結局冒険の目的地にたどり着くことがゴールではなくて、その過程で得たものが、学ぶものだったみたいな感じですね。ほとんどの映画ってそうじゃないですか。で、魔法のランプは1回だけ、もしも、スーパーパワーが手に入ったらとか、もしも、透明人間になったらみたいな話ですかね。みたいな感じで映画をジャンル分けして解釈したり、映画の構成についてとか書き方について書いてある本なんで、ぜひ興味あったら読んでみてください。はい。で、タイガが老いたということで、クラブがあんまり楽しくなかったっていうことで、僕もこの前、1ヶ月前ぐらいかな、1回クラブ行く機会がありまして、久しぶりに EDM を聞いたのは、やっぱり懐かしい気持ちもあって楽しかったですけど、やっぱり疲れるというか、いう気持ちはありましたね。でも、クラブが家から歩いて行ける距離にあったらまた別問題だと思うんですよ。僕だと、一番栄えてるところから歩いて30分ちょいとかで帰ってこれるんで、最悪。家から遠いと大変な気がしますけど、近かったら楽しめる感じもありますけどね。はい。で、誰が来るってことでね、行きたいところを調べておいてください。多分あれよね、タコス屋さんはでも行きたいって言ってなかったかな、京都の。そこは全然行きたいなって思いますよ。あとは紅葉とかね。清水とかもでもいいですし、二条城も夜ライトアップやってたり、東寺も夜ライトアップやってるんで、そのとこ行きましょう。で、時雄が寒いっていうことね。いや、カナダは寒いですよね。京都はちょっと暑いです、今日。昼20度とかあって。今も多分18度ぐらいあって、夜なんですけど。普通にいい加減にしてほしいなっていう感じですね。はい、そんな感じです。ちょっと最近ダイエット始めようかなって思ってます。